こんにちは八千代オンヌリキリスト教会の牧師吉原マラブです今日は10月の21日ガラテヤ人への手紙2章の11節から21節になります信仰によって義と認められる福音というテーマで見ていきたいと思います今日も主の御言葉によって一日を始めてまいりましょう ガラティア人への手紙、2章、11節から21節ところが、ケファがアンティオキアに来たとき、彼に避難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファは、ある人たちがヤコブのところから来る前は、違法人と一緒に食事をしていたのに、 その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、違法人から身を引き、離れていったからです。そして、他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまで、その偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが、福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、 私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身、ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく、異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人に、ユダヤ人のように生活することを強いるのですか。私たちは、生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。 しかし、人は立法を行うことによってではなく、ただ、イエス・キリストを信じることによって、義と認められると知って、私たちもキリスト・イエスを信じました。立法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって、義と認められるためです。というのは、憎なるものは誰も、 立法を行うことによっては、義と認められないからです。しかし、もし、私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのですか決してそんなことはありません。もし自分が打ち壊したものを再び立てるなら、 私は自分が違反者であると証明することになるのです。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今 私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。 私たちが信仰生活をしながらも世の中や人に合わせた方がいいんではないかそれとも信仰の基準を守るべきか、少し迷う時があります。以前結婚式で、えー、シャンパンでですね乾杯をする場面があったんですけども一瞬、えー、形だけなんでそのまま乾杯してもいいか、えー、そういうふうに思ったんですけどもしかし次の瞬間にですね、えー、お酒に酔ってはいけない。 ね、たくさん飲むわけではないんですけども、えー、少しでも酔ってはいけないそんなふうに思って、えー、ソフトドリンクをですね、えー、注文したことを覚えています私たちは人々に合わせることが親切だと思うときもありますしかし罪につながることもあれば人をつまずかせることもあります大事なポイントは信仰とは人の前にではなく常に神の前に 何が正しいかを考えることであります自分で良かれと思ったことも神の前に正しくなければそれは自分の義でありそしてまた偽善となってしまうことがあるということです今日の場面でもペテロがアンテオッケ教会で異邦人たちと食事を共にしていたんですけれどもヤコブのところから来た人々をですね見た瞬間に その異邦人たちとの食事のですね、その場所を離れたああそのような場面があります。そしてそのことは、その人々が立法の定めでは異邦人とのですね食事をまあ禁じていた、えー、ですからですね。そのことを通して、えー、彼らとの揉め事を起こしたくないというそのようなああ思いがあったわけですよね。 ペテロからするならばそれが一つの平和的な解決といいますかその場をどうにかまあやり過ごすというそのような思いでペテロはそのような判断をしましたしかしその一つの行動が福音の真理を曲げることになってしまって安定国系教会に混乱を招く事態になりました他のユダヤ人や バルナバーまでもが同じように違法人を避ける行動をですねするようになってしまったんですねそれは誠の福音を否定して再び立法にですね立ち返るそのような行いでもあったと言えます。そのことをパウルは「ペテロが間違っている」とですね真っ向からそのことを正したわけであります。 14節を共に見てみたいと思います。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て私は皆の面前でケファにこう言いました「あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく違法人のように生活しているのならばどうして違法人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか?」。 ペテロはイエス様の一番弟子でしたけれどもパウロはですね福音の信仰を守るためにアンテオケ教会のすべての信徒たちの前でペテロを叱りました叱責しましたあなた自身がユダヤ人でありながら違法人のように生きているそれはペテロはこの時信仰によるその義を信じて 立法の行いに縛られずにですね、この時生きていました。そういう意味で、もうすでに彼はですね、異邦人のように生きていたわけですけれども、しかしこの時、カツ派のその人々のですね、目を気にして異邦人との食事を避けたわけであります。それは先ほども言ったようにペテロなりの平和的な解決の方法でした。 しかしその行動こそが13節の本心を偽偽っったた行動でででああり、善とということですね。人の前には平和的な解決であるというふうにむしろペテロからするならば配慮したつもりだったんですけども信仰を偽った行動によって人々と教会全体に対して福音を否定することになってしまったわけです。 どうして違法人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか信仰の時代にあってですね再び違法人に立法を強いることは福音を台無しにして信仰の義というものを完全に否定していることだというふうに責めました私たちも人を恐れて信仰に妥協することがあるかもしれません。しかしかそれが 本心を偽ったことであるとするならば、自分自身と神を欺くことになります。誠の信仰とは、人を基準として生きるのではなく、神を基準として生きることであります。自分の義ではなく、神の義によって救われたというですね確信を持って、そのことを信じて生きることです。福音の真理の中に生きるときに、 との自由と救いを私たちは得るものとなっていくことを今日も覚えていきたいと思います。それでは本文の15節16節をお読みします。 私たちは生まれながらのユダヤ人であって違法人のような罪人ではありません。しかし人は律法を行うことによってではなくただイエス・キリストを信じることによって義とを認められると知っている私たちもキリスト・イエスを信じました。律法を行うことによってではなくキリストを信じることによって義と認められるためです。というのは肉なるものは誰も 立法を行うことによって義と認められないからですここで違法人のような罪人とはパウロ自身の言葉ではなくて違法人を蔑むまあユダヤ人たちのですね、えー、そのようなまあ普段よく言っているそのような言葉でしたユダヤ人から見れば違法人は立法を守らない罪人であったわけですけれどもしかし実際には ユダヤ人たちも立法を完全に守ることはできないですね。罪人であったわけです。あります。つまり、立法の前にはユダヤ人も含めて全てのものが罪人である。義と認められる人は一人もいなかったわけです。ですから、神はイエス様を罪の代価としてですね。生贄として捧げてくださり、救いを完成してくださいました。 ただ神が与えたイエス・キリストを信じる信仰によってのみ人は義と認められ救われることをパウロはここでも繰り返し述べています続けて本文の19節20節を見たいと思いますしかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました私はキリストと共に十字架につけられました もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。パウロはここで立法に「死んだ」というふうに言っています。そのギリシャ語の意味はですね「私はそのこととはその立法とは」 もう何の関係もありませんという意味でありますつまり福音によって立法から完全に解放されたものとなった自由になったということをですね、えー、パウロは言っているわけですそして私はキリストと共に十字架につけられましたキリストの十字架の死は私の死でありそして罪の死であると言っているわけですもはや私を縛る 死の鎖は罪の鎖はもはや失われた完全な自由だと言っているわけですね。そしてもはや私が生きるのではなくキリストが私のうちに生きているそれはキリストの命に新しく生きる者として生まれ変わったということをですね言っているわけです。キリストが私のうちに生きておられる自分の力ではなく 我がうちにおられるイエス様によって生きるものとなったと言っています中国選挙の父であるハドソン・テイラー選挙師はですねはじ、えー、め、えー、中国の内地に行って熱心にですね選挙の働きをしましたけれども初めはあ身を結ぶことができませんでしたああそのような自分自身にですね本当に絶望したんですけれどもその時に 友人に対してそのような悩みの手紙を送りましたそれに対する友人からのですねまた返信の手紙があったわけですけどもあなたは宣教を自分の力でしたのではないですか宣教はあなたのうちにおられるイエス様がされるのですというその一言ですねアドソン・テイラーは目が開かれた思いとなってああそうだ 自分ではなく自分のうちに働くイエス・キリストだけを信じて宣教活動をもう一度しようと決心したその時からハトソノテイラーは身をです、ね、結ぶそのような働きをすることができたというふうに証ししています信仰を自分の力でしようとすることも立法主義でありますそこに命の実はならないんですね ポイントは私のうちにおられるイエス・キリストその方の命によって今日も私たちは歩む者となっていくということであります。それではお祈りしましょう。愛する天の父なる神様私たちの信仰が自分ではなくキリストに生きる者となって命の身をならせる者となることができるように助けてください。私たちを救い出し そして私たち一人一人を通してその証しと身を実らせてくださるイエス様の皆によってお祈りします。アーメン